解説動画をベースに、さらに細かいタスク要素をまとめたのだ。細かい解説なので、ネタはほぼなく、一時停止ばっかりだし、解説動画から変化がない点は、超倍速、ムービーもカットするのだ。デュエル開始！遅くとも37秒で通過するのだ。38秒では遅いのだ。このステージもタスク要素なし、特段タスク要素もなし。1周目はパンチ1回でタイミング調整。斜め移動を入れると扉に張り付かずに移動できるのだ。2周目は気絶させる。津波はパンチでタイミングを取らなくなったのだ。この辺で反転して一瞬待って画面切り替え、これで突破できるのだ。100% 使ってくれるわけではないので、時間を祈りなのだ。ここで壁を叩いて誘導すると待たなくて済むけど、誘導が終わった後の挙動がどうも乱数なので、僕は使用をやめたのだ。カードを取った後に一発パンチをすると気絶させずに通り抜けられるので、少し早くなるのだ。メニューを開いていても継続してくれるので、少しだけ時間短縮することができるのだ。タイミングだけど、エレベーターが目的の階に到着した瞬間に押せば大丈夫なのだ。とても細かいけど、ほぼ必須テクニックなのだ。カードキーで開くタイプのドアは開くのを待ってから進むこと。方向キー入れっぱなしだと貼り付きの挙動をするので逆に遅くなるのだ。このゲームもいわゆる後から取り戻せないタイプのゲームなので、小さい積み重ねが必要なのだ。パンチ一発までは不要で、一瞬移動入力を止めると見つからずに通過できるのだ。できるのだ。でも下に行きすぎると右側の兵士に見つかるし、下への移動が足りないと左側の兵士に見つかるし、明確な目印もないので位置調整が難しいのだ。扉の乱数は数秒平気で差がつくのだ。ランダムで決まるけど、早い順に2番目、3番目、4番目、1番目なのだ。1番を引いたら絶望なのだ。左のトラックにはレーションがあるので、イベントなどの一発勝負では取得していた方が超安定するのだ。馬の際を移動することで移動速度を落とさずに通過できるので、ほんのちょっと速くなるのだ。
瞬止まって、コミュニタイト、抜き引きが入ってきたあたりで移動を再開すると大体抜けられるのだ。入力のコツとしては斜め移動ではなく、下、左と入力した方がうまく抜けられる気がするのだ。エレベーターが動き出した後に手榴弾でダメージを打っておくのだ。これはわざとコンティニューする箇所が何箇所かあるので、少しでも早く読むための配慮なのだ。ダメージ、敵に見つからなければどうということはないのだ。あと赤枠あたりで慣れないと爆発しないので注意なのだ。手榴弾の数は最後まで注意しながら進めないといけないのだ。
足音で敵兵の誘導を狙うと例によってその後の挙動が怪しいので気づかないギリギリを狙っているのだ。もうここでもたつきすぎると扉の前の兵士に見つかるのでタイミングが難しいのだ。こいつは気絶させておくと精神安定剤になるのだ。効果されるブリッジを使用するのだ。まず R5 を一発撃ちます。グレネードではなく C4 をこの辺りに設置して位置を調整してダメージ床を超えるのだ。これだと敵に起こされるのを待たずに突破できるのだ。しかも枯れ際を進むとカメラにぶつからないので着を一発節約できるし体力も落とせるのでいいこと尽くしなのだ。次に敵を銃で誘導、一発当ててひるませつつ突き進め消えた直後にジャフを投げて進むとギリ通れるのだ。ここで立ち止まって危険が400キルぐらいで移動を開始すると敵兵を2人の方を見られるので内側が安定するのだ。解説動画の敵は理解できていなかったんだけどこのゲームは内側が
問題を出してくださいなのだ。